よし、さあ、こんにちは、ダイダラです。バンダーセンタリアレってとこにね、今から行こうと思います。バンダーセンタリアレ場所どこですかね、わかんないです。あ、家入っちゃった。まあ、いいや。あら、家、いいですね。模様替えがなんかできるようになったんですよね。ベッド。あら、ゴージャスベッドなんですよ。ゴージャスベッドしかないですね。ゴージャス。もらったベッドでしょうか、ゴージャスなやつは。グリーンカーテン。これももらったやつですね。オーナメント。あ、これ、この物入れ。配置しない。ああ、置かないこともできるんですね。まだ他にも鏡とかね、いろいろ。で、ダスティのね、なんか寝床とかいろいろ買えるみたいですけど、まだ持ってません。つらい。さて、それでは今から行きましょうか。今から行くのはこのバンダセンタリアレですね。じゃあ、ここに行きたいんですけど、残念ながら、ワープするポイントがないので、歩いていきたいと思います。つれーなー。はい。それでは今からちょっと行ってきますね。あ、設定しなきゃいけないんだね。まあいいや、行ってきまーす。来ました。バンダセンタリアレ。ね。さあ、あと250ヤードぐらいですので、キャーって行っちゃいましょうか。よし。意外とこの200ヤードぐらいはね、もう、なんか移動速度速くなったのかな、この、ので、かなり楽ちんに行けるようになりました。さて、それではストーリーミッションやっていきましょうか。バンダセンタリアレってどんなとこだったっけ？ねえ、都会のとこだったっけ？すっげえ。政府の機関があるとこだったっけな。めっちゃ人おるけど、なんやこれ。多すぎやろ人。なんやこれ。とりあえずミッションやっていきましょうか。ストーリーミッション、鏡の中のツバメ。刑務官がいっぱいだ。何してんだろう。なんか今日、大きな事件でもあったんですか？んだよ、おめえはここまで立ち入り禁止だ。あ、すいません。たった3年でこれだけ忘れられるって。冷たいね。おー、ジョーちゃんちゃんに言うか、火事から話は聞いてたぜ。あー、ブルボンさん、誰だっけ、こいつ。おう、この方は関係者だ。おめえら離れろ、俺。いや、でも火事警報に確認しねえと。んだよ、おめえら、現金だな。もう俺の決め手は聞けねえってことか？火事に直接来たら分かるぜ。確認したな、したいなら、ほら、してこいよ。は、確認してきます。部下に出世された上司の立場ってのはやりにくいね。火事出世したんだね、やっぱ。ブルソサー、ブルボサーより火事の方が上ってこと？なんかあったの今。新市長のスピーチがある。マジかよ。都市防衛機構の功績が認められての市長就任だ。ドネリカ政権転覆後、何人か市長が入れ替わり立ち替わりしてよ。その混乱を収めたんだが大した手腕だぜ。さらにその新市長 の警務の主任に任命されたのが梶警部補だ。梶めっちゃ偉いじゃん、すげえ。まあ頭良かったからな、あいつは。あ、いた。おうす、おうす、俺だ。キトゥーンさん、ちょうど使いを出そうとしたとこでした。新市長の就任式？大変そうね。新首相ドクター・ブレフマンは革新的な特殊計画を推し進めた天才科学者で、住民に熱狂的に支持を得ているのですが、同時に一部の反対勢力から武力行使も、ね、危惧せねばならない状況。なるほどね。どんな正しいことも全員受け入れられるの難しいもんね。まあ、都市防衛機構、なんかいろんなね、街にいるロボットとか、住民コードを発行したりとか、まあ、言ってしまえば当たり前の規則、法律などを整備して、一方で、やっぱちょっとそれをね、反対してる人たちがいっぱい出てるってことですよね。まあ、そりゃそうだよな、やっぱ、うん。梶警部補、まもなくお時間です。そうか。では、すぐに演説への準備を。あ、いた！あ、パツキのおっちゃんって、パツキじゃないわ。ピンク髪のおっちゃん、ベッドくれた人と、キトゥンに変わるヒーローがいる。あれ？あの時の？エピソード15。鏡の中の、やべ、感じた。鏡の中のツバメ。え、この人市長やったん？やあ、重力姫。新しい寝台の寝心地はお気に召したかな？お急ぎください。あら、キトゥンさん、ブレフマン、ご存知なんですか？あのおじさん市長なの？おじさん？いや、ちょっと前あったというか、なかったというか、細かい話を後にしましょう。顔見知りなら好都合でーす。キトゥンさんに協力依頼だとそうおっしゃったとこですよ。え？ブレフマンは、科学にとどまらず政治家としても天才的技量を発揮して、しかしそれゆえ一部の反対勢力にテロ活動が危惧されているというね。わかってるわかってる。さっき聞いたぞ。そこでキルさんに、護衛任務の協力をお願いしたい。いやー。それで早速なんですが、少し前から連絡が途絶えてしまったグリゴがいまして、警備場所を教えますので見てきてください。任務進行の連絡用にこれ渡しておきますね。オッケー。
携帯電話ね。やば。クリコの配置場所は、連絡が途絶えたって確実に怪しいやろ。お前もっと焦れよ。ねえ。絶対焦った方がええやろ、これ。絶対もうやられてるで、完全。とりあえず飛んでいきましょうか。でも市長と友達だったから、なんかね、やったやん。グリコあれかな？何してんだ、お前。よし。自爆を開始します。はぁ？なんでやねん！クショ！聞いてないよ。どうぞ。変なグリコを見つけて近づいてみたら爆発したんだけど。ジェネレーターの故障かな、改造。やつらの仕業？可能性はあります。演説会場に改造グリコを組まれたらまずい。実は連絡取れたグリコ、あと2体いるんです。全グリコ、待機モードに移行されました。動いてるグリコが不審なグリコです。消息だった場所を送りますので、調査お願いします。動いてる機械をぶっ壊せってことだよね。しゃあねえな、ぶっ壊してきてやるよ。さあ、200ヤード先ぐらいですね。ちょっと行ってみましょうか。グラビーデイズね、皆さん、酔うって方たくさんいると思うんですけどね。酔わないコツはね、周りを見ないこと。真ん中のキツンちゃんだけを見とくことがね、酔わないコツですよ。ゲーム基本的にね、ゲームで酔う方はね、背景を見がちなんですよね。背景を見なかったら酔わないので。キャラクターだけ見ちゃいましょう。はい、それでは行きましょうか。さあ、この辺に動いてるグリコがいるはずだ。どこ行ったんだろう。悪い奴らだよね。あ、会場に向かったら大変だ。自由と解放の広場行こう。さあ、自由と解放の広場に行きましょう。まあ、あっちの方ですよね。途中に動いてるグリゴがいたら、ってことでしょうか。とりあえず、こっちに到着しましょうか。はい。ここには来てみたい、見てないみたいだ。一体どこ、いたー！爆発しそう、爆発しそう。見つけてもあんな近くにいる。近づいたら爆発しちゃう。物ぶつけよう。よし。当たれ！ほら！危ねえだろ、お前。ふぅ、安全に行けたぜ。どうする、次。まだあと1体いるんだっけ？もしもし。どうです？怪しいグリコ壊しといたよ。大丈夫？では、もう1体よろしくお願いします。その1体は、環状線3番駅方面を徘徊中でーす。さあ、消息だったグリコ様、また探しに行きましょうか。さあ、今度は駅の方面ですね。行っちゃいましょうか。こんな状況だけどね、空はいっぱい車が走飛んでるんですね、ほんと。よし。だから、はい。風景を見たら酔うんですよ、このゲームって。大変ですよね。オッケー。さあ、到着しました。この辺りにまたグリゴがいるはずだ。いた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 、あそこいた、あそこいた。なんだこのグリゴ変なの？危ない、キズたち！やばい、周りに子供いる。どうしよう。あ、ほら、不審なグリコば破壊しろって。自爆します、自爆します、はは、自爆し、あれ爆発せんかったで。なにこれ、ほら、なんか出てきた、写真が出てきた。え、写ってるの刑務官だよね。グリコ言ってたけど、爆発しないしよくわかんない写真吐き出したんだよね。グリコには警備用カメラが内蔵されてるんですか？刑務官の誰かっぽいんだよ。え、刑務官ですか？実は先ほどから1名更新に応答しない刑務官がいまして、犯人そいつ？現時点では判断できません。調査が必要ですね。その刑務官の担当区域は環状線1番駅周辺です。向かってください。これ置いといていいの？じゃあ置いとくで。さあ、とりあえずその刑務官行きましょう。うわ、そいつ犯人確定やろ、もうそれ。もうパンチや、パンチ。もう爆発巻き込まれて、もう体打ってもうバキバキやで、ほんま。治療費払ってもらわなあかんわな。すげえやからっぽいけど、俺大丈夫？ねえ。よし、ちょっと手持ちのものこれで捨てましょうか。思った、思った。はい、さあもうあの目的地点はここですね。さあ、降りていきましょう。到着。やっぱいない。誰もいないよ、ここ。あれか？いた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 。どうしようどうしよう。隠れとく？パンチしに行く？見つかっちゃった。
グリゴに危険な改造したのお前ね。これが動かぬ証拠。町を守る刑務官として恥ずかしくないの？ほんと刑務官として恥ずかしいと思うわ。さっきからずーっとしつこく言い寄ってきてて、あなた勤務中ですよね。それに私、何度も付き合ってる人がいるって言いましたよね。いい加減にしないと刑務隊本部に連絡しますわよ。先生じゃ！え、ナンパしてたの？家事警護署に連絡したらいいさ、サボり発見しましたって。どうせ俺なんかもともと信用されたいし、いつクビになってもいいし。あの人は自分で何でもできる、やれるから、俺一人でサボったところでな。今回の警部案だって全部一人で決めちまって、意見も聞いてもらえねえ。え、これあなたじゃないの？ああ、今、連絡取りました。え？通信機の故障です。それ俺じゃないっすよ。え？火事から探すように頼まれた刑務官、私の隣にいるよ。え、私が話した相手誰？そういえば俺おかしいなと思ったんすよ。一人多かったんすよ。知らないうちに警備担当者が増えただけだと思って。まさか変装している？あー、やばい！市長が。ダディ、あれパパやったん？あ！あ、これ死んだわ。あー。火事何が起きてるの？反対勢力や、反対勢力のテロ攻撃です。ブレフマン市長は、刑務長を地下シェルター避難完了。あ、よかった、逃げたんだ。しかし、省庁を狙って、複数の、巡航爆弾が迫っている様子で。任して！じゃあ、俺がやんとかするよ。なんか、イケイケの、ヒーローっぽい人？それって、市長だったんですね。そこ、ミサイル飛んできたんやけど、タイムリーやな、お前。今、ミサイルの話したらあかんで、ほんま。ミサイル来たって、もう、サムネイルにしとするけどさ、俺は。お前のことを。それでは行きましょうか。巡航爆弾の破壊です。巡航爆弾は、16グラフで、することができます。16スローで、他の巡航爆弾に当てて効率よく破壊しましょう。16キック当てると爆発巻き込まれるので注意しましょうってことですね。うわー、さ、爆弾の元へ行こう、急げ。爆弾、うわー、すげー迫ってきてるミサイル。せず近寄りましょうか、もっと。さあ、もうすぐです。重力グラブ、よし、破壊せよ。また来たの？え、何個ミサイル来てんのこれ。え、そんなミサイルってさ、気軽に買えるもんなん、この世界って。やばないそれ。よし。とりあえず、エネルギー切れちゃう。空中落下、自由落下してるだけでね、いい感じに、溜まるって面白いよね、エネルギー。よし。弾き飛べ！また来た？すごい。逆側から、行ったり来たりさせられるな、これ。まあ、ミサイルよりも、やっぱ重力姫の方が強いってことやな。そう、ゲームの主人公やからな。もうミサイルなんかに負けへんで、ほんと。ミサイルに負ける主人公っていうのもなかなか面白いけどさ。いや、負けるか、普通の人は負けるわ。よし。弾き飛べ！さあ、まだ終わり？また来た。うわ、なんかいっぱい来たで、今度。3つ来たなぁ。ちょっと、さっき回復しとこう。下の方だね、かなり。高さとりあえず合わせて。よし。とりあえず重力グラフして、ポン！ 1 個は赤、回収しねえか、あかなかな、これ。待て！よし、オッケー。さあ、今度あっちね、とりあえず近寄ろう。なんかすげえ来たんだけど。二方向から来たってやばいよな、これ。さっきこっち取るか。間に合うか？おっと。さあ、君を破壊。やばい、真ん中のビルがちょっとピンチやで、これ。うわー、しかも、重力のエネルギー切れてきたし、もう。間に合うんすか、これ。よし、回復できた。で、今のうちに近寄って回収して、やばい！
あ、間に合わんかった今の。間に合わんかった俺のせいか。いや、俺がむしろぶつけてなかった今。間に合うかな、間に合うかな、間に合うかな、今度こそ。今度は間に合いそう、もう今度は間に合いそう。よし。頼む頼む頼む。急げ急げ急げ。ゲットして、くらえ！おら！さあ、全部破壊完了や、これで。すごい体勢辛そう。もう来ない。どんだけミサイル飛ばされとんねん。市長、恨まれすぎやろ。かわいい。え？何？テロリストの実行部隊が姿を現しました。侵入を許してしまったのは警務隊の怠慢です。指揮官として不甲斐ない。いや、いいよいいよ。止めてくるよ。テロリストを倒せって。何やこのゲーム。それテロリストなん？これもうあれやん。なんか、なんとかチューンでやっつけようぜ。ワープキックや。ワープキック。おう。なんか空飛んでね、テロリスト、これもう。よし。ちょっと、ワープして、やっつけるか。なんか乗り物ってねえなぁ、すごく。お前、なんやねん、お前。早いな、結構。全然蹴られへんで。いや、あ、蹴ってんのか、俺、結構。全然分かれへん、これ。なんや、お前。蹴れてんのか。当たってるよね、一応。一発は当たってる、一発は。よし。全然キック与えてないやん。あかんわ、これ。普通の重力キックいこう。おい、なんや、お前、やんのか、ほら。いや、勝ってえな、敵が。すげえ狙われてる。ほら、キックや。ほら、キックや。お前ら、覚えとけよ。ほら、重力キックや、スーパー重力キック。いや、聞いたよ。今、爆発した、爆発した。ざまみやがれ。お前やな、次は。重力キック！オッケー！叩き落としたぞ。あいつももうおしまい。結構残酷なことしてますけどね、私。うわー、陸からも来たで。黒ずくみやな、お前。いた、カーリー。僕にもやらしてよ。さあ、カーリーと一緒にやっつけましょうか。おー、ちょろ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 。重力姫って言うんでしょ？そうだよ。空の面倒なお願い。いやいや、もう人を投げるゲームだから、これ。空にいる？敵。いた！当てよな。とりあえず物投げよう。叩き落とせ。これ物投げたらいいんだよ。この前、ダディ助けてくれたんでしょ？ね。市長の娘なんだよね、こいつが。空いるやつ結構うぜえな。痛いな、結構食らうし。あ、空飛んでやっつけた方がいいわ、これ。よし。それどこ行った？イライラするってね、怒んないよ。励んぞ。あー、全然追いつかれへん。イライラするわ。よし。すごい、なんか象徴すごい破壊されまくってるけど、大丈夫なんこれ。次はお前。重力キックがね、オッケー。当たるけど当たらないって感じ？さあ、あと1体ぐらいかな。よし。あの、木が邪魔、木が邪魔、木が邪魔。追っかけていってるけど。意外と素晴らしっこいよね、ほんと。よいしょ。さあ、これで全部やっつけたかな。終わり。下も終わってる？地上に残ったセロリストたちをやっつけろと、OK。全部やっつけちゃいましょう。イェーイ！ポイステアー！ほいほい！もう終わった？テロリスト雑魚やからな。よし、もう大丈夫だね。終わり。うわ、後ろにいる！助けて！あ、うく。ギャガガ。これ2丁目だよ。ほんと重力秘密ってグズね。うわ、こいつ口悪いな。スタイルめっちゃええけど。一部の反対勢力によりテロ行為によって中断されたものの、新市長就任式はドクター・ブレフマンの強い要請により再度取り行われた。柔和な笑みを浮かべる
浮かべ語るドクター・フレフマン、ブレフマン、そして町の新たな守護天使であるカーリー・アンジェ。住民たちは次々と革新的政策を生み出す新市長の就任に惜しみない称賛を送り、広場は割れんばかりの拍手と喝采に包まれたのであった。すごい人気だな。邪魔入ったけど、なんとかやり直したことで任務終了だな。なあ、カジゲーム4。いえ、私は今回の襲撃を未然に防がなかった。責任を取ってこれを提出してきます。もうやめんのお前。周囲から早すぎる出世だと騒がれ、自分自身もどこかで舞い上がってた部分があったのかもしれません。カジ君だったかな、今回は。ありがとう市長。しかし君はちょっと完璧主義な嫌いがあるな。ボルトとナットもあえて隙間を作って設計していることを知ってるかね。何事にも多少の遊びが必要だ。これは私の就任祝いに使わせてもらおう。いい人やなこいつ。ドクター・ブレフマン、天才的な頭脳と同時に寛大な心を持つ新たな施政者に、住民たちの称賛の声は高まるばかりであった。あれから数日後、街ブラブラするかーってやつ。なんか完璧すぎる人って怪しくない？でもぶっちゃけ。わ、出た、ハゲてるおっちゃん。おう、ちょうどよかった、頼みたいことがあるんだ。この子預かってくれねえか。誰だよおめえは。かわいいな、娘さんの子守り。事件の育ちに保護した子供だよ。本部行かなきゃなんねえんだけどな。その間この子を頼めるやつがいなくて困ってんだ。手が空いてんのはこわもちのガサツなる野郎ばかりでよ。ねえ、この子ブルボサ怖がってんじゃねえかよ。俺が戻るまでの間面倒してみてほしい。いいや、遊ぼう遊ぼう。わあ、これもキトゥンもやばいからな、マジで。大丈夫かよ。何する？落としちゃった。何して遊ぶ？さあ、広場散歩しろだって。ふういやー、怖ーい。やって急だと怖い。じゃあ落ちようぜ。よし、大丈夫、平気でしょ。楽しい。可愛いですね。スカートじゃない君、大丈夫？いろいろ見えちゃわない？あ、大丈夫、ズボンのやつ。よかったよかった。早いの行くよー。うぅー、重力スライドだって。なんだよー。よし、スライドだ。うぅー、重力スライドは酔いやすいぞー。よいっすー。面白い、めっちゃ喜んどるやん。でしょ、あそこまで上がれるってどこ。天文台のてっぺんに移動しよう。オッケー、よし。さあ、ここでいいかな。ちゃんとてっぺん上がってって。分かったよ。これでいい。広場よく見える。お前見えてるか本当に。あそこに行きたい、リンゴのところ。どこ、リンゴって。あそこね、アップル、アップル。よし、iPhone ですね、ここは。はい、来た、アップル。下かよ。今度は。これでいいの？満足か？ガールよ。どうしたん？何があったんや、お前は。高いの怖い？俺は怖いよ。高所恐怖症や、俺。私のうちどこかにあるのかな？一緒に高つ？いえ、いえい。保護した子供を言ったけどな。こんな遊び回っていいのか。うん、おじさんもう帰ってきたかも。そっか、じゃあ戻るか。なかなかこの子聞き分けがええな。俺怖くて絶対おしっこちびってんねこれ。さて、すごく面白かった。お姉ちゃんありがとうって。いいよ。おう、おじさんだ。待たせたなぁ。あー、遊んでもらえたかい。あー、楽しかったよ。おそわふわして、お皿ビューンって飛んだよ。あー、よかったよかった。この子、これがどうなの？この子はな、事故で家と家族失ったんだ。孤児だ。これから保護施設で暮らすことになってる。あー、そっか。施設といっても今はかなり管理が行き届いていて安全だ。ちょうど3年前の孤児失踪事件が多発してな。あれ以来、刑務隊で身寄りない子供たちの保護を強化してる。
よかったよかった。ねえ、孤児失踪事件。指導が追いかけた山田が、君が悪いな。捜査に関わった奴がことごとく姿を消しているのも気になんねえ。あ、そっか。クロウたちが保護してたあの世界なんかな。ちょっとよくわかんないけど。今度カジにも聞いてみようか。またねー。元気出してね。さあ、オルトノワに帰ろうかなーということで。よし。家帰ろう。今日はもう疲れた。さて、帰ろうと思うんですけど、マンホールがないかな、どっかに。だいたいね、こういうゲームってこの辺りにマンホールがあって、いい感じなんですけどね。ないのかな？ちょっとマップ見てみましょうか。まあ、これ便利だよな、ほんとこの機能。あーね。はい。あ、もうこれ、あれだ。ミッション終わってたな、このミッション。じゃあ、いっか。今日はこの辺で終わるか。さあ、皆様、お疲れ様でした。次回、また、グラビティデイズ、ストーリー進めていきたいと思います。ね、ぼちぼちとやっていきますので、よければまた見てください。ご視聴ありがとうございました。おつぽよじゃの。